オーラルフレイルは東京大学高齢者会総合研究機構の特任教授自鉄を教授飯島克也らが示したフレイルの前段階であるプレフレイル。口から食べ物をこぼす、物がうまく飲み込めない、滑舌が悪くなる、等と,といった軽微な衰えを見逃した場合、全身的な機能低下が進むことを示し、これをオーラルフレイルと名付けた。2013年に 厚生労働省事業におけるワーキンググループにおいてフレイル予防における高校機能の維持、向上の重要性を意思をはじめとした歯科以外の関連職種が容易に認識できることを目標とし、以下歯科、栄養、老年者改革を包括したシステマティックレビューとして検討が行われた。その結果から口から食べ物をこぼす、物がうまく飲み込めない、滑舌が悪くなる、 等と,といった、軽微な衰えを見逃した場合、全身的な機能低下が進むことから、早期の対応が必要であることが示された。イージマラはこれを、オーラルフレイルとし、プレフレイルであると位置づけ、国民の口に対する健康リテラシー向上を目的としてその概念を提唱した。その明確な定義は、まだ定まっていないが、平野博彦子は、加齢に伴う、 様々な高校環境及び高校機能の変化、さらに社会的、精神的、身体的な予備能力低下も重なり、高校機能障害に対する脆弱性が増加した状態が2017年、現在の妥当な定義であるとした上で、今後のブラッシュアップが必要であるとしている。2015年には、日本司会司会が、これまでの8020運動に加えて新たな、 国民運動として展開させていくことを決定し、啓発活動も行われるようになった。高齢者に対する視界良は、これまで、いかに携帯障害や機能障害を補い、能力障害や社会的不利を引き起こさないかを中心に進められてきた。長寿、高齢化が進み、健康寿命の概念が浸透してきたことや、介護予防の概念として危険な老化の予防が導入され、 咀嚼や塩化などの高校機能の低下がそのチェックリストに入るようになったことで、誰もが馴染める可視化されたモデルが必要となっていた。また、大規模高齢者虚弱予防研究、栄養と体の健康増進調査にて、絶圧、湿式残存波数、機能波数、大液細菌数、ガム咀嚼、組咀嚼、舌の厚さ、最大咬合力、 滑舌などの高校機能を調査したことにより、フレイルと高校機能の低下に関係があることが示されていた。フレイルのフロー概念図において、健康な状態から虚弱が進むにつれ、社会的、心のフレイル期、栄養面のフレイル期、身体面のフレイル期、重度フレイル期と進行する。初期の社会的、心理的フレイル期において、生活範囲、活動量、 意欲の減少、低下などが原因で高校への関心、歯科受診、自身での高校清掃の中止や悪化が起こり、このために栄養のフレール期へと化学的に虚弱が進行する。栄養のフレール期においては、咀嚼機能の低下や、塩化機能の低下、滑舌が悪くなる等の症状が起こり、これらが原因で食欲低下や変色、栄養の偏りなどが起こり、それにより、 身体的フレイル機へと、可逆的に機能低下が生じる。身体的フレイル機においては、噛む力や舌の動きが悪くなることからサルコペニアや、ロコモティブ症候群などが引き起こされ、不可逆的に重度フレイル機へと移行する。このため、航行機能における初期の咀嚼機能の低下や、咽化機能の低下、滑舌が悪くなる等と,といった、軽微な衰えを、オーラルフレイルと位置づけ、 これを見逃した場合には、全身的な機能低下が進むことを示した。本人の自覚はなく、早期発見が難しいとされる。飯島勝也らは国民に早期に、衰えの兆候に気がつくようにするため、市民がわかりやすく、相互にチェックできる簡易評価法を考案した。白石愛らは、オーラルフレイル対策に有効なスクリーニングとして、歯科医療関係者以外でも、 短時間の訓練で容易に判定可能な海底航行アセスメントガイドを紹介、翻訳している。フレールチェックはージマラが市民に早期に衰えの兆候に気がつくようにするため開発、実施しているフレールの評価法で市民が東京大学高齢社会総合研究機構の講習を受講してフレールサポーターとしてそのチェックを行う。 2015年には、千葉県柏市のみならず、神奈川県茅ヶ崎市や小田原市でもフレイルサポーターが要請され、フレイルチェックが行われる場所も増加傾向である。このチェックの項目における重要なポイントとして、オーラルフレイルが存在する。オーラルフレイルに関係するチェック内容としては、簡単な質問のほか、抗菌の触診、オーラルディアドコキネシス検査、 ゼネラルオーラルヘルスアセスメントインデックスが行われる。抗菌の触診は、自身で抗菌を触った状態で噛み締めを行ってもらい、筋肉が硬くなっているか否か、左右差の有無を自身にて測定する。オーラルディアドコキネシスは、音声の交互反復運動をできるだけ早く行わせて、高音期間の運動速度と規則性を検査するもので、日本では、パスカルだ、タ・カ、 の3種類を検査することが多い。フレイルチェックでは、他、もしくは、かを5秒間計測して5回以下を赤とする。5杯は、過去3ヶ月間の口に関する問題についての12の質問で、高校に関する QOL を評価する調査で、表現の変更や解釈の追加なども認められていない。そのまま実施し、58点未満を赤とする。 高校内に有害事象を発生させる薬剤は多い。抗うつ剤や抗不安薬その他精神化薬剤等が引き起こすことのある高校乾燥、味覚障害などはオーラルフレイルにつながる。認知症の初期段階において他人に言えない失敗などによる落ち込みから社会的な活動を自ら制限しやすく、その結果、会話や表情などの顔面や高校の活動が低下する。 これがオーラルフレイルにつながる。認知症が進行すると、会話の減少のさらなる進行、食事も柔らかいものを選ぶようになるなど、高校周囲の配応が進行していく。食事の際はしっかりと噛んで飲み込むことを意識し、日頃からよく話すことがオーラルフレイルの予防になる。これは入れ歯や義歯を使っている人も同様である。さらに定期的に、 歯科検診を受けることも必要である。歯、口の健康を保つことが健康寿命にもつながると考えられている。増田純淳一や岡崎義偉は、小児司会として高齢者のオーラルフレイルに対応するために、小児期からの高校機能の向上の必要性を指摘している。オーラルフレイルにより質の低下した食事摂取を改善するために最も重要なことは適切な評価を受けて、 オーラルフレイルを認識、問題意識を持つことである。その上で、歯科治療を行い口の中の状態を整え、さらには低下した、高校機能の改善のための訓練や栄養状態の改善のための栄養指導を行う必要がある。一連のオーラルフレイルの流れの終着点となる、接触機能障害まで到達した場合には、機能回復は期待できないが、高校機能を診断し、 咀嚼機能の改善、運動機能訓練、その時点での機能に合った食事、食品への変更などにより、接触状態を改善することは可能である。オーラルフレイルの調査や研究は2017年5月現在も継続中である。しかしながら、2017年現在、フレイルという言葉自体の認知度が1割以下という現状であり、啓蒙活動が進められている。 2016年に厚生労働省医政局が開催した在宅医療及び医療、介護連携に関するワーキンググループにて飯島克也を参考人としてオーラルフレイルを含めたフレイルについての議論がなされた。兵庫県は兵庫県健康づくり推進プランにおいてオーラルフレイルの予防による全身虚弱や認知症の予防をその取り組み方針の一つとした。神奈川県は 未病対策の連携協定を3スタート締結。この中で、高齢者の未病対策としてのオーラルフレイル概念の普及などについて連携、協力を行うとしている。京都市保健所は平成29年度京都市保健所運営方針として、京都市高校保健推進行動指針を見直し、オーラルフレイルなどの新しい概念を加えた京都市。 高校保健推進実施計画を策定する方針を示した。2015年にオーラルフレイルをより定量的、客観的に示すための研究が科学研究費助成事業として採択されたのをはじめとし、し早期発見や予防、オーラルフレイル発生のプロセス、全身的なフレイルとの関係等を調べる研究に科学研究費が支給され始めている。日本科医師会は、 2012年に飯島克也を講師としてオーラルフレイルに関する組織内勉強会を開催した。これがオーラルフレイルに対する日本司会司会の最初の組織的な取り組みである。その後、2015年3月には従来の8020運動に加えオーラルフレイルを新たな国民運動として展開させていくことを発表した。また、 学会における見解を必要とするとの判断から、日本老年歯科医学会や行政との意見、交換会の開催を進めている。神奈川県歯科医師会オーラルフレイルの予防啓発のための CM を作成、テレビ神奈川で放送している。日本歯科医学会日本、老年歯科医学会日本、老年歯科医学会は健康と高校機能障害の間にオーラルフレイルと、 高校機能低下症があるとして、高校機能低下症の疾患概念や診断基準をまとめた。これは、高校機能低下へのアプローチを推進することを目的とし、オーラルフレイルについては、地域保健事業や介護保険事業での対応を行うとした。資生堂は、オーラルフレイルへの結晶療法の有効性を啓発している。単に高校機能の低下を防ぐだけでなく、 口紅を塗る際に鏡を見ることで自身の口や唇を意識するようになるなどの効果があるとしている。学会史商業師、ありがとうございます。